35歳の誕生日その日は、豆と仲良く並んで1日中寝ていた。時折ひどい吐き気に襲われて、トイレに駆け込む以外はとてもじゃないけれど動ける状態じゃ、なかった。豆も私も生まれて、初めてのウイルス性胃腸炎。35年間生きてきて、そりゃいろいろな病気や怪我をしたけれど、ウイルス性胃腸炎というのはその中でも群を抜いて辛い。大人の私でさえそうなのだから、4歳の豆の辛さはどれほどのものだっただろう。水分を取らなければならないのに、一口でも水を飲むと吐き気が襲ってくるという無限ループで、すっかり衰弱した豆は当然薬を飲むことなどできないため座薬が処方された。尻に薬を入れるという行為に豆は当然拒否反応を示した。そりゃそうだ、ただでさえ辛いのに何が楽しくて尻の穴に薬なんぞを突っ込まなければならないのか。とはいえ吐き気を抑えなければ脱水症状がひどくなってゆくだけなので、悠長なことなど言っていられない。私はフラフラの頭で思いつく限りの座薬の素晴らしさを唱えた。こんなに必死でプレゼンしたのっていつ以来だろう。あの時の私は人生で一番真剣だったと断言できる。なんとか豆の同意を得て座薬を入れることに成功してからの展開は早かった。座薬の効き目は本当に早く、吐き気が収まり水が飲めるようになった豆はみるみるうちに回復した。1時間半くらいで完治していたように思う。豆自身その効き目には大層驚いたようで、その日は食べ物や飲み物全般を尻から摂取したがった。どうやら尻から摂取すると何でも効果倍増と取ったようで、そうじゃないんだと伝えようにも、まだ胃腸炎の症状すら収まっていない私の脳は全く使い物にならず、私は布団の中から弱々しく微笑むことしかできなかった。